願いします。はい、では、まもなく始めまはい。す。ツイキャス準備してから始めましょあ、いいでしょう。じゃあ、行きまう。はい。す。よろしくお願いしお願いします。まーす。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンでーす。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、ちょっとだけ収録の時間が、なんだっけ。遅くなりましたが。まあまそうですあね。ちょっまあ。まあ、とトラブルがいろいトろあラりブまルしたがあが。りましたんで、しょうがないですけどね。よろしくお願いしよまろしす。くお願いします。キャンさんはお正月どうでしたか？一発目の今日収録ですが。そうですね、お正月結構いろいろバタバタしてまして、はいはいはい。カウントダウン毎年 DJ させてもらってるんで、うんうん。いっぱいお酒飲みました。いいな。楽しかったです。いいな。私はあれですよ。元日1日から公開放送に行きましたよ。はい、おお、そういえばなんかいろんな方からリスナーさんだったり、はいはい。夜の FEC 中道のメンバーだったり、はい。なんか楽しかったっていう話聞いてるので、そうそうそう。なんかいろんなところで、なんか、収録じゃない、公開放送が結構お正月あったので、昨日、収録では今8日の成人の日なんですけど、前日の7日にも、公開放送があったんで、年明けて、久しぶりに会うリスナーさんとかも結構いたので、挨拶はできたんでよかったかなと思ってますよ。いい年越しになったんですね。そうですね。まあ、お酒はあんまり私は飲んでないけどね。まあ、あんまり飲みすぎると良くないですからね。私なんか知らないけど、一日泡盛2杯で止めるんですよ。毎日。まあ、そうですね。僕は一応家ではあまり飲まないので、はいはいそうはい。やって外に出た機会でしか飲まないので、うーん。結構意外と飲酒量自体はそんなに多くはないと思いますね。ああ、なるほど。はい。はい。では、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ .sach@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいねというわけで、今日は成人の日ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。キャリーパミュパムで、何だったっけ？ 自分でやっといて、みたいな。振袖ショー、あ？振り振袖袖シショー。ーンです。どうぞ。暑い。意外に。さっきまで人が入ってましたからね。ね。外ではこのぐらいがちょうどよかったけど。いやー、外寒いですよ、今日。ねえ、本当だよ。昨日も寒かったんで。うん。今、外は19、18度らしいですからね。え？うちのスマホでは19度になってるけど。あ、多分、与那原の気温かな。19度は。
今月、最後の収録はまた2週間分かもしれないですね。最後？あ、はい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 。29日。了解了解。改修工事が入るので、その次の週が多分お休みになるので。了解了解。なんか今週の金曜日ぐらいに日程決まるらしくて、内装工事の。だからそれが確定したらいろいろまたお伝えします。了解しました。成人式いろんな思い出ありますよ。あれ、私あれなんですよ。公開放送で1日の旦那と一緒に行って、でメッセージカードを書いた後にちょっとリスナーさんとユンタクして、様子見に行った瞬間に読まれてから びっくり。で、何国家試験のことを書いと、旦那と仲良くそのままいるっていうのを書いたら、なぜか読まれた瞬間に、ここだよって振った瞬間にマイク渡されて。喋 りながら書くみたいな。書き初めだったんですよ。で、書き初めのやつをやって。どうなったんだ、どうなっ書きた初んめだ。か、嫌だな、当たりたくない。僕、字に自信がないので。いや、あれですよ。意外に。私も書き初めはあんまりじゃなかったけど。ま、であ、も、そうそうそう。カープボーイさんも合格って言われてたね。高校の時の書道の先生が、でも、すごい、素敵なこと言ってくれて、書道は芸術だから、不正解はないから、自信持って書きなさいって言われて、綺麗に丁寧に書くためのものは習字だけど、書道は習字じゃないからって言われて、だから字も表現なんだよって教えてもらって、そこからちょっと書くことに対してのこの、なんていうんですか、コンプレックスっていうのを克服しましたね。よいしょ、ちょっと。いや、あと30秒ぐらいですね。はーい。また混乱するよ。また混乱するよ。はい、じゃあマイクオンにします。お聞きいただいたのは、キャリーパミュパムで、振袖ションでした。では、今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、成人式の思い出です。まあ、オンエアでは過ぎてますが、収録日にちょうど成人の日なので、今回はこのテーマにいたしました。キャスが来てますので、早速紹介したいと思います。お願いします。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは、こんばんこは。んばんは。今日は珍しくワンワンワンじゃなかった。先週のロック玉手箱、魂さんの聞きながらなんだけど、あれ、タンデム自転車の後ろの人の呼び方のストーカー以外何もなかったイメージ悪いよねって来てますね。あれか。クリスマスのやつですね。ちょっと待ってくださいよ。ヤンキチさん来ております。サッチーさん、キャンチー、こんばんにゃー。こんばこんにんばんにゃ。ゃー。ヤンキチさん、マイクオフの時に、今気温の話をしていたら、都内は今7度だそうです。寒い
怖い怖い。でも、あれですよね。ん？東京って羨ましいのは、地下とか、駅とか、ああ、結構あったかいとこ多いですからね。ですね。沖縄風吹くんですよ。そう。意外と寒いんですよ。カープボーイさん、僕は合格好きって言われた、あれか、元日の公開放送のやつですね。私の前ぐらいに確かカープボーイさん読まれて、竹中友香さんに、この書き初めはい。を書いてもらってましたね。私の前だったのを記憶しております。沖縄大好きさん、遅れてこんばんさっちー。こんばんおー。あ、さっさち。ちー。埼玉の郷さん、さっちーキャンチー、明けましておめでとうございまして、こんばんみーと来てますね。こんばんこんばんみみー。ー。成人式の思い出か、昼は友達4人で白い、これは袴ですかね。袴つけて夜に二次会に行ったら、初恋の人に厚化粧ががっつりしてた。わら。多分僕たちの時代は学生は厚化粧禁止だったから、習ってないんだよね。初めてってぐらいかな。そんなこともないかなと来てますね。カープボーイさんです。今のは。僕もギャルに囲まれてましたギね。ャル。結構僕も当日すごい格好をしてたので。ああ。沖縄大好きさん。メール書く時間なかったので、ここで。成人式の思い出は母校の中学校の成人式の式典をやりました。二次会をとあるホテルの、会場で飲み会。幼稚園の頃からの一緒の女の子とツーショットで撮影しましたって来てますね。あ、後ろから撮ろうって声をかけられましてできてます。おいいですね。私も、だから、沖縄市、その当時いたので、中学校の時の友達とかも結構、みんな、市民会館、当時は市民会館、今は、なんか、昨日ぐらいニュースで見たら、沖縄市はアリーナでやってましたね。お。あ、そうなんですね。そうそうそう、アリーナああ。でやってたみたいですよ。羨まし羨まい。しい。では、メールが来てますので、紹介したいと思います。お願いします。ラジオネーム、うどん県大好きさんからいただきました。はじめましての方ですね。私は成人式の時にスタッフをやってたんです。本番では今から成人式を始めますなどと、新成人の前で喋りました。席の前に知人や、友人が座っていたので緊張しましたが、噛まずに最後まで言えましたと切っております。すごいですね。スタッフとしてやってたんだ。成人式。逆になんか、裏側がすごそう。そうですね。スタッフとしてあるってなんかかっこいいですね。かっこいいですよね。でも、その後じゃなく、その後なんだね。あは。先に、キャスの方で埼玉の郷さん。テーマ、成人式の思い出。年末に、親父が胃潰瘍になって入院。あ、いや。二次会は行かず、親父にスーツを見せるために病院に行きました。その夜は、読谷中ワイフを羽田空港まで送迎。その翌々日に羽田空港まで読谷中ワイフを迎えに行きました。ある意味インパクトありました。と切ってますね。すごいな。私、成人式の日が、だいたい日曜日なんですけど、はい。翌日に、成人式終わった翌日に、神奈川に友達と飛びました。季節労働として行きましたよ。友達ハと。ードスケジュールですね。めっちゃハードでした。じゃあ、ゆっくり、飲んだりとか、みんなとワイワイしたりとか、あんまりできなかったもう、であすんか？まりできなかったですね。わあ。バタバタしてる、なんか思い出しかないな。寂しいですね。まあでも、まあ逆に新しい土地で新しく仕事するウキウキ感もあったんじゃないですか。まあ、それはそうですね。それは言えてます。メールに戻りたいと思います。お願いします。ラジオネーム、ナルトラさんからいただきました。ありがとうございありまがす。とうございます。成人式の思い出。
成人式自体は普通にスーツに出ましたし、普通に参加して普通に帰ってきました。地元の文化会館のに満員の、同じ年の人たちが集まったのは、集まったのですね、中学校の卒業以来、久々に会えて、それから関係が、復活した面々もいたし、自分は参加してよかったと思いますと切ってますね。今、あれですよね、18歳成人になって、はい、なんか、2回、要はやってる人もいるとか、いないとか。おお、あ、そうなんですね。っていう、なんか、あ、はい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 。18の時に、この成人の、なんか、式典はないと思うけど、はい、お祝いおをし祝いて。をして、二十歳にちゃんとした、なんか、こういう式典には出るみたいな、いう方も今はいるとか、っていう話を私は聞きました。まあ、そうですね。法律が変わって18歳で成人ですからね。もう、ある意味18歳成人の人は、ある意味かわいそう。飲めないから、お酒が。結局制限されてますから ね。そう、制限されてるし、18歳って高校3年生じゃないですか。はい。なので、受験やら、あと、就職活動やら、何やらかんやらで結局、忙しい時期なので。あれ？ある意味でも選挙に行けるっていうのはいいなっては思うんでまあ、す選け挙ど、はそうですね。勉強の延長で一回投票行ってみようっていうのが容易にやりやすくなったんじゃないかまあ、なとは思います。それは政治的にはそうですね。大学生の時って住所移してなかったりするじゃないですか。ああ、するするだすから、る。結局地元戻らないと投票できないからとかって行かないとかっていう人も結構いるので、だから、より投票に行きやすくなったのかなっては思うんですけど、その点税金とかどうなってんだろうっていうのはちょっと気になりますね。ああ、逆にね。学生から税金取るのかなと思って、確かに。その辺ちょっと結構気になる気ね。になりますよね。キャスの方でナルトラさん来ております。お疲れ様です。那覇へ帰る飛行機待ちで関空にいますって来ますね。あ、なんか出てましたね、今日。花店に。あ、そうなんですそうか。そうそう。え電話出演しましたよ。えー。ええー。私聞いてました、家で。ナルトラさん出てるって、旦那と二人で笑ってました。ナルトラさんへのプレゼント、もう購入済みなので、待ってますね。メールの方に戻りたいと思います。はい、お願いします。サッチーさん、遅ればせながら明けましておめでとうみそー。おめでとうみおめでとうそみそー。ー。みそ煮込みスキーです。成人式の思い出は、自分の成人式は、とにかく着付けが大変だったな。子供が多い世代だから、美容院、着付けも予約、髪の毛も前日にセットして、その日はヘアスタイルを守るためあんまり寝れませんでした。いやな。着付けは、早朝。だから成人式は寝不足で式典に出ましたよ。当日は同級生で名古屋駅まで繰り出し、カフェとカラオケでしたね。あ、名古屋駅に出る前に一旦帰宅し、着物は辛くて脱ぎました。苦笑いと来てます。確かに、確かに、そりゃあそうだ。私も、なんだろうな、結局、この、成人式終わって、なんだろうな、一旦帰宅した後、友達に飲みに行こうって言われてたんですよ。はい。で、いいよって言ってから私は。翌日朝早いしって言って飲みには行かなかったんですけど、帰ってきた瞬間に着物脱ぎました。まあ、着物 大着物変できすつかいですよ。ね。着物で運転とかしますからね。いやー、きついきつい。本当はスーツとかでもいいなと思ったんですけはい。ど、さすがにね、親戚のお姉さんからのお下がりの振り袖だったんで、さすがにね、と思って。でも今は、レンタルで好きなの、まあ、選びたい放題ですからね。まあ、そうですね。だから、こう今親戚からって言ったじゃないですか。
僕も似たような理由でこちらを使ってたんですよ。おお。まあ、全然画面に見せていただいても構わないんであ、すいいんけですど、か？よいしょ。こんな感じで見えるかな。よ。どこだ？あら。なんか見え消えちない。ゃいましたね。消えちゃいましたね。消えちゃいましたね。つきましたついた、ね。ついた。見えるかな？皆さん、なんか、横になった。だって、どっちだ？暗くなってきた。これ僕の二十歳の時ですか？二十歳の時の成人式の時の格好なんですけど、僕おお。の趣味じゃないんですよ、これ。あ、そうなんですか？はい、これ、亡くなった父の、成人式に着たスーツらしくて、ええ。だからちょうどその年に出てきたので、うちの母がこれ使うって言ったんで、もう使うしかないじゃないですか。でもお腹周りめちゃくちゃ太かったんで、ズボンだけ直して使ったんですよ。おお、でも、なんかホストみたいね。そう、しかも陸上やってるんで色黒いじゃないですか。黒いね。余計に、だからみんなに、生徒会長どこで働いてんのって言われて、結構大変だったんですけど、この時一緒に撮ったいとこ、2歳なんですけど、今年成人しました。18歳です。こんなちっちゃい子がね、今じゃ生意気に英語で文句言ってきますよ。嫌な。メールに戻りたいと思います。お願いします。サッチー、キャンチー、こんばんにゃー。ここんんばばんんににゃゃー。ヤン吉です。テーマ、成人式の思い出。友達3人と新宿で会って、とんかつ屋でビールで乾杯しながらとんかつを食べて解散。自分はビートたけしのライブを見に行ったのが成人式の思い出ですと来ております。すごいね、またビートたけしさんのライブを成人の日に見に行くとは。いいなぁ。しかもライブってことでじゃ生で見たってことで生すでよ見たってね。ことですね。うわぁ、最いい高。なぁ。で、私、旦那の陸海空さん、確か、二十歳の成人式の時は、どこに行ったって言ったかな、島根県の出雲市はい。に行ったって言ってましたね。地元には帰ってきてないんですよ。珍しい。そう。いくやぐーさんもなんかそういうの大事にしそうなイメージなんで。なんかね、あ、来た来た。僕も親戚からボンタンと単卵をもらったよ。学校に来ていったら先生に七五三かって言われたって来てます。そう、陸海空さんね、なんか、その時、出雲にいたってことは多分兵庫県に行ってる時じゃないかな、と思うんだけど、どうなんだろう。まあ、返事は待ちましょう。埼玉の郷さん。が、2回目も成人式やるとかめんどくさいって来てますね。確かに。カープボーイさん、ニュースでは18歳は、受験やらなんやら忙しいからやらないっていうところが多いみたい。二十歳に合わせるって、確かにそうですよね。そうですよね、やっぱ忙しい時期です忙からね。しいちょうど時期だから。ナルトラさん、最近、祭日は ROK 花店へ電話出演がレギュラーになってます。おめでとうございます。確かになんか祭日の時にナルトラさんが出る率が結構高い気がする。で、話全然変わるんですけど、収録の8日の前日、7日、ひふみさんが誕生日だったそうです。7日誕生日ですよね。ので、私、フェイスブックでも、ひふみさん繋がってるので、ひふみさんに、最初にフェイスブックで誕生日おめでとうって送った後に、公開放送あったんで、本人見たんですよ。で、本人見て、ひふみさんに、新年の挨拶がてら誕生日おめでとうございますって言ったら、ダーって言われてから、ダーって言って、笑いながら、パチンって手叩きましたもん。なんもないよって。おめでとうだけだよ。陸海空さん、当時の彼女の親に挨拶しに行ったけど、すぐに別れた。いやー。あ、なんか言ってたね、そんなこと。なんかね、やらかしたというか、なんというか、って感じ。武蔵さん来ております。サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい。こんばんこんは、しばんはっしょょーい。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。
サッチーさん、キャンさん、おけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますと来ております。よろしくお願いよしろしくお願まいしす。ます。お時間あと1分半になりましたね。OK。じゃあ、来週のテーマに行きましょうかね。お願いします。来週のテーマは、今年やりたいこと。です。まあ、やってみたいことでもいいですし、抱負以外のことで、今年こんなのやりたいなっていうのがあれば、メールなり、DM なりで送っていただけるとありがたいです。うん、私いっぱいあるので。僕もいっぱいあります。まずそう。は配信者になるぞーっつって。私あれなんですよ。結構もう、配信歴が長すぎて、はい。逆に飽きてきました。ていうか、もう最近あんまり配信できてないので、ちょっと配信もやりたいなと。そうですね。うん。結構体力使いますからね。体力使う。そう、皆さん、ありがとうございます。キャスの方で。今年やりたいこと、オアやってみたいことで。そう、皆さん送ってください、ぜひ、メールを。すると私、めっちゃありがたいです。それにしても暑い。ということで、そろそろお時間になっちゃいました。はい。ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと。ミキサーのキャンでした。ではまた来週。じゃあバイバーイ。ねー。暑い。じゃあ、29が2本撮り2です本かね。撮り。はい。29。あ、そっか。今でスタジオを抑えていきましょうね。お願いします。ちょっと早めに入れるように。29。28が私、試験日なんで、多分頭の中どうにも、多分なってないはず。翌日 なんですね。翌日です。28が試験日。暑かったら脱げ、全部脱げって。無理だ。無理だ、無理だ。無理だ、無理だ。いや、なんかスタジオが今日めっちゃ暑い。サッチーさん、ちなみに何の試験ですかと来てますが、これだけ言ってな。介護福祉士の試験を今回4回目にして受かればいいなと。介護福祉士です。もう会社でのあするです。意味命令でもあるので。ですです。原因分かった。何ですか？原因つかめました。やっぱマイクが原因でした。マイクか。マイクでし た。ちゃんちゃんみたいな。ちゃんちゃんみたいなね。ちょっと怪しいなと思ってたのがあったんで、うんうんうん。今放送とりあえず撮り終わってから見たらこれでした。ああ、教ビンえとゴ。こ。ビンゴみたいな。みんなに教えとこ。その方がいい。その方がいい。3回、4回連続同じ会場なんで、試験が。イメージ的には実技試験が難しそうですね。私の場合、実技試験免除なので、筆記だけなんですよ。さあ、筆記だけなんで、ちょっと私は怪しいなと。実技だったらなんとかいけるんですけどね。筆記だけなんですね、私の場合。沖縄大好きさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。そう、介護福祉士の国家試験ですよね。筆記が一番難しいっす。あ、やっぱり。まあ、沖縄大好きさんは介護福祉士を持ってるのかな？持ってるのかな？実技は練習すればなんとかなる。あ、私、実技免除なので。免除なので、筆記だけです。筆記だけなんでね。ちょっとなんだっけ。結果が出るのが遅いというのが難点なんですよ。3月の最後の水曜日か金曜日かどっちかぐらいにしか出なかった気がする。そういえば、サッチーさんには見せん？よう。何でしょうか？さっきの写真の続きなんですけど、はいはいはい。僕、ギャルに囲まれたって話したじゃないですか。はいはいはい。中学の同級生の子の、うんうん。あ、もう終わりますね。うん。
また来週。バイバーイ。